壁のせい地滑り資料室でございます。なんか平日は誰もいないから鍵開けられんということでね、今電話したらね、なんか中はトンネルの中は見学できんけどね、職員が近くにおるからちょっととにかく資料室開けますわ言うて言うてくれたんやけどね。見学にって聞いたんで、はい、ちょっと鍵だけ開けてさせてもらってるんです。すんまへん。ちょっとごめんなさい、今打ち合わせもあるので、はい、私、まあ、ここ自由に見てもらって、鍵、はいはい、どれぐらいの時間、ね、いや、ここ見るだけだから、その10分か15分あったら見れると思うんですよ。ちょっとまたその頃、鍵閉めに来ますので、っていうのはように個人的に思いますね。誰がそれをやっていくか、担っていくかっていうのは変わっていくかもしれないんですけど、はい、ということはこの地滑りのこれはこれだけの面積が滑ってるんですか。そうです、そうです。はい、亀の瀬地滑り資料室でございます。これ何年ぐらい経つんだろうね。昭和7年になってるね。昭和7年地滑りしたということやから、大和が狭いね、ここやから。ということで昭和7年9月に地滑りしたということ、その後やね、工事したということやから、何年か後やね。これが地割れ、これも地割れ、これは昭和7年の鉄道のトンネルの方が、これ、いわゆる国鉄かな、今で言う JR ね。埋まっとるわね。で、大和が全体で30メートル移動しましたか。あそこで家屋あんねんね。家屋わからんね。毎日新聞？朝日新聞か。昭和6から7年の地滑りで閉館した大和館の結界で経営補助新聞。ね、崩れたんだろうな、地滑りで。ああ、それでこういうことか。そういうことやな。それでこうやって水がね、上がったよね。昭和42年。昭和42年に全体で26メートル以上。昭和42年も滑ってんだ。うん、それは知らないんだね。ほんでね、これはね、国道25号線が隆起した。うん、すごいことになったよね。地滑り。そういうことやね、ここね、大和がね、亀の瀬、決壊して、決壊して水が流れるということやな、どっちも災害に遭うんですね。深層鋼模型。こう止めるためのあれかね、すごいね。こんな穴を掘って水抜きだけ、水抜きをしたんやろうかね。鉄道トンネルの遺構、あ、遺構がやっぱあんねん、中にな。それ見せてくれんねやろよね、回ったらね。それからここね、採算の歴史と効果、採算の歴史。1903年に地滑りして、昭和6年と7年に地滑り。これもないこと書いてるんだよな。日本遺産登録について。こんなとこも登録するのかね。はい、今日はね、平日やから開けてもらいましたけどね。
姉ちゃん来へんけど。来へんだけどね。はい、ありがとうございました。亀の瀬地滑り見学のご案内。いや、亀の瀬地滑り資料室でございました。ありがとうございました。来へんわ。